はい、皆さんこんにちは。スリードインストラクター井川直介です。あなたのハートにアクセスしたい。はい、久々になんかアクセスのことを言ったような気がしましたけど、はい、今日はですね、火曜日ですので、恒例のアクセスの VBA を皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っております。はい、アクセスの VBA なんで、今日がご紹介するアクセスの VBA は条件によってプルダウン、コンボボックスを切り替えるというようなものになっております。業務上で、私が一回それを迫られたことがあったので、ちょっとご紹介をしてみようかなというふうに思いました。はい、でですね、VBA でですね、VBA 関連のこう動画をやるとですね、こうダーッとね、すごいね、上がるんですよ、視聴率が、視聴回数とかがね。で、僕は、Excel の VBA と Access の VBA、もうやってることが一緒なんですけど、どっちから先に入ったかっていうと、Access の VBA から先に入ったんですよね。で、そっちの方が、僕自身は簡単かなっていうふうに思います。うん。まあ、その理由を話すと長くなっちゃうので、で、この間ね、フォームを、提供させていただいた方から、またちょいちょい質問が来まして、で、なんていうんですかね、僕が本当に初期の頃から悩んでたっていうような、質問が来まして、まあ、お金取ってもいいですよって言ったけど、さすがにお金取り気しなかったんで、無料でいいですっていうふうに言ったんですけど、皆さんどうなんですかね、アクセスで挫折した人とかって。多分、僕がですね、こういう単発の動画を上げていってちょっとなんか不安になってきたのが、皆さん果たしてこれでアクセスのスキルがついてるんだろうかっていうのが、ちょっと不安になってきましたね。うん、で、一番いいのは皆さんが今会社で直面している例えばそのデータベースを、私が作るのを教えながらやるとかっていうのがなんか一番いいんじゃないかなっていうような気がしてきましたね。はい、もしそういった方がいらっしゃるんだったら、まあもちろん有料にはしますよ、有料にはします。はい、ただそういう方がいて、まあぜひ私に教わりたいという方がいるんだったら、まあ、ちょっと連絡ください。内容度によって、普通例えば、SE がそれを作るって言ったら3万から4万、もしくは5万とか教えながらやったらもっとお金かかるんでしょうけど、何ですかね、例えばアクセスの VBA を学校に習いに行くって言ったにしても、まあ、平気で10万とか取られるわけじゃないですか。そんなお金をもらおうとは思ってないんで、多分まあ、業務上の秘密は言わないですけど、僕がこの動画で紹介してくれることを条件にって言うんだったら、5万円以内で、皆さんに教えれたなというふうに思います。多分それが一番実力つくんですよ、絶対につきます。うん、ね、で、皆さんが仕事が変わらない限りは、たとえ新しいものを作ったとしても、まあ、それだけのものになっていくわけでしょうし、で、業務が変わったとしても、今まで自分が作っていったサンプルファイルをちゃんと残しておいて、この時はこういうふうにやったらこうだったなっていうのがあったらですね、絶対分かりますので、まあ、ちょっと興味のある方は私宛に連絡いただければなというふうに思います。はい、ではパソコンの画面に行きたいというふうに思います。はい、それではですね、早速やっていきたいというふうに思います。皆さんがですね、アクセスとか、まあ、いろんな、Excel とかもそうなんですけど、コンボボックスね、あると思うんですが、コンボボックスを使うにあたってなんですけど、そのコンボボックスを、自動的に切り替えたいという時があるのではないでしょうか。私は業務を経験してて、1回だけあったんですね。1回だけ。で、めちゃくちゃ本当に難しい、時が
結構ありまして、で、どうしても分からなかったんですよね。で、その時なんか人に聞いてすっごい難しい VBA を使ってやった気がしたんですが、まあ、ラジオボタンね、ラジオボタンを使うことによって、まあ、ちょっと簡単にできるっていうこの技を皆さんに、今回はご紹介をしたいというふうに思います。で、まあ、すでに知ってる方、知らない方、まあ、いらっしゃることは思うんですが、まあ、ラジオボタンと、ね、チェックボックスっていうのは何が違うかっていうと、ラジオボタンっていうのはこう絶対に複数の選択を許さないんですね。チェックボックスっていうのは何個チェックしても全然いいんです。はい、で、まあ、ランチとディナーというふうにしてやったんですが、ちょっとうまい例がわからなかったので、今、皆さんね、こう居酒屋とかもよくランチをやってますよね。で、ランチをやってて、例えば昼飲み、ビール1杯150円とか、やってますよね。例えば7時まで入店だったら、そのハイボールが、なんだ200円だとかね、やってると思うんですけど、私はね、もう半分母親の遺言になってるんですが、昼間から酒を飲むような人間にはなるなということを私、かたくなに守ってまして、たとえ正月であろうがですね、お盆であろうが、どんなイベントがあろうが、絶対に6時を回らないと酒は飲まないというふうに決めてます。かつて破ったのが2回だけありますね。2回だけ。それは昼間に酒飲んだらどういう気持ちになるのか確かめたいなっていうのがまず1個と、それからこの間のね、この間っていうか、もうずいぶん前ですが、今年の元旦ね、ちょっと、昼間からお酒を飲んでみました。まあ、ベロベロになりましたけどね、まあ、正月だからいいかとかっていうふうに思いましたけど、もうこの戒律を破ることはないと思います。まあ、そんなことはいいですわね。はい。で、一応、ここ、商品に、カツ丼、生姜焼き、焼き魚、ビール250円っていうふうになってて、サンマ、タコワサ、ハイボール、まあ、ビール500円と。要は、まあ、メニューの方はいいかもしれないけど、まあ、ビールにはね、昼間は250円だけど、夜中っていうか、まあ、夜からは500円だっていうのを切り替えたいということですよね。で、ここ、ランチでやってやると、ビールがここ250円っていうふうに出てきます。じゃあ、ディナーでするとどうかっていうと、はい、ビールが500円っていうふうになってます。ちなみに、これ、非連結でやってるので、どこかのテーブルに反映されるわけではないんですが、まあ、もしこれをやりたいんだったら、データベースで1個クエリを作ってやればいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ミソは、ここのところで、こう切り替える。で、ここのところで、こう切り替える。はい。で、これは、どういうふうにやってるのかっていうと、極めて簡単なコードになってます。はい。で、金曜日、土曜日ですか、VBA のね、ことも、ちょっと勉強方法とかも、皆さんにちょっとご紹介をさせていただいたんですが、はい。極めて、簡単な、コードになってます。VBA をまず使おうと思ったら、なんて言うんですかね、この if 構文をきちんと、使えるようになることがまず重要じゃないでしょうかね。はい。で、ここ、区分っていうところの、ここの更新後、処理のこの、アフターアップデートのところに、こういうコードを、やってます。はい。で、要は、もし区分が1だったら、これ、すいません。ランチを1に設定して、ディナーを2に設定してますね。はい。で、もし1だったら、商品バリュー、商品のバリュー、ここをまず空欄にせよと。例えば、これどういうことかというと、例えば、こう生姜焼きってやるじゃないですか。これ、ディナー選んだ瞬間に、ここが消えるんですよ。ここ残ったらなんかややこやしいじゃないですか。だからここで消せって書いてます。そして、ミー商品の、ロースコアで、ランチを選びなさいと。じゃなかったら、もし1じゃなかったら、もし1じゃなかったら、商品のバリューを空欄にして、ロースコアで旧ディナーを選びなさい。はい、エンドイフと。こんな簡単にできてしまうんですね。これね、結構ね、エクセルでやるとね、
めちゃめちゃ難しかったです。なんか if 構文とかを全部使って、if 構文を使って、もしこのキーワードがあったらこっちのなんか列を選択してとかっていう風にして、僕見てるだけで嫌になったんで、もういいわと思って、まあ、使って、やりたい、実現したかったことは Excel でやってたんで、なんか僕よりもね、if 構文と VLOOKUP の使い手がですね、会社にいまして、で、Excel だったこれどうなるかちょっとやってみてって言ったら、こう、あ、すぐ、10分ぐらいしたらできましたみたいな感じで持ってきて、まあまあ、マナー形式で、こんなことやるんかいっていうふうにね、やったんですけど、まあ、それはそれでいいんですけどね。アクセスでやったら、こんなに、簡単に、できるというお話でございました。僕の場合は、まあ、当時ね、会社では夜の9時まで勤務してたんですが、朝の9時から夜の8時までと、それから、夜の、8時から、夜の9時までで、どうしてもコンボボックスを分けたいっていう必要にこう迫られたことがあったんですね。はい、まあ、ちょっとそれは業務の内容に関わってしまうので、どういう状況かっていうのは言えないですけど、で、自分の中でね、こう商品を切り替えるのはどういうことかなって言ったら、やっぱり昼飲みね、このビールとね、この値段が違うのって、いいのかなとかっていうふうに思いました。まあ、もっともね、今はもうポスシステムになってるので、昼間の時は250円とかね、500円とかでも簡単に電算で、電子的なものでボン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 行くんでしょうけど、そしてその集計する時にいちいちね、伝票を見ながらね、こうやってやる必要もないとは思うんですけど、まあ、こんな方法がありますよと。皆さんもコンボボックスですね、もし切り替えたいようなことがありましたら、まあ、今日の動画参考にしていただければなというふうに思います。はい、ではパソコンの画面はここまでにします。はい、いかがでしたでしょうかね、今日の動画。音入ってるかもしれないですが、笛や太鼓の音がどん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 鳴ってると思うんですが、そういや今日こと私が住んでるところ札幌の地域なんですけどね、そこがお祭りなんですね。はい、で、ああこういうふうになってんだなっていうふうにして、こうね、もう結構長い通りをね、屋台が並んで、なかなか楽しいお祭りなんですがね。はい、VBA のことなんですけど、使えるようになったらね、本当に楽しいですし、パソコンの中にね、アクセスが入ってる方、まあ、コメントの方でも、アクセスはあまり必要ないかなっていうコメントもいただいたんですが、私はアクセスをやめるつもりは全くないので、ちょっとね、考え方は同じなので、 Excel で使えることはアクセスでも使えるし、アクセスで使えることは Excel でも使えます。まあ、細かい部分いけば使えなくなりますけどね、使えなくなるとか、使えない部分もあるんですけど、考え方は一緒なので、ちょっとね、Excel とアクセスの連携について、連携というかね、考え方をこれからもちょっと紹介していきたいというふうに思います。はい、それではですね、次回の動画でも私と一緒にアクセス、エクセルの、スキルアップのために、一緒に頑張っていきましょう。ストリートインストラクター井川直輔がお送りいたしました。はい、では次回の動画でまた会いましょう。さ本日よなら。も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画では現場で役立つ Excel アクセスのスキルをご紹介しております。こういう動画を上げておりますので、どうぞ皆さんご視聴いただきますようお願いいたします。コメント、ご意見、質問等ございましたらコメント欄に書き込んでください。また最近サブチャンネルもオープンしましたので、ご興味のある方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。